いい情緒。俺なんか今すぐ消えた方がいいんだ。全部俺のせいだから。情緒。ありがとうね。ごめんね。情緒。ごめんね。情緒。死なない。俺たちは自決しない。物理的には生きている。物理的にはまだ生きている。物理的に生きていたらこれってまだ死んでないんじゃないってことじゃないですか。日本とか美しさとかきっとそういうものはもう死にますから。でも俺たちは生きている。三島さんも生前よく通われていたというこの二世劇場でこのような初日を迎えられて大変嬉しく思います。この大変な時代に本当に生きるとは何だろうと考えながら、長久監督と菅原さんと毎日毎日考えながら稽古の日々を積んできました。劇場に足を運んでくださるお客様、また生配信でご覧になってくださるお客様、この感激を終えた後によし明日も生きようと思ってくださるような作品をお届けできればと思います。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、幽谷に出演させていただきます。麗子やらさせていただきます。菅原小春です。もう死ぬとか死なないとか生きるとか生きないとかがもうそんなんじゃなくて、もう三島さんに、三島さん、こんな風に生きちゃってますけどって届けられるように、もう中に細胞やら魂やらそんなものの、もっと中のものから全部ブジャーって出てくるものをここに残せて、三島さんもきっと見に来てくれると思うので、しっかり挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。